もうちょっと何ですかこれ。百田さん、はい、もういやいやあのすごく営業努力をあの されてらっしゃるのは分かりますけど、これはちょっとやりすぎじゃないですか。私もね、今朝新聞で見てね、あ、百田さんやったなと思いましたよ。、この写これ写真はね、まあ、今日の新聞は毎日新聞ですけど、この写真は昨日の朝日新聞の広告ですわ。はい、あ、これよりによって朝日新聞の広告です。はい、で、まあ、あの私の、ね、最新刊の今こそ韓国に謝ろう、まあ、この本の、まあ、宣伝なんでね、はい、でやっぱりこのやっぱり謝ろうって、私この全編256ページ、もう全編私は韓国に謝ってるんですが、まあ、この著者の謝る気持ちをですね、まあこう写真にして、見せてるわけです、もういかに私が真剣に謝ってるか分かるでしょ。もう涙目になってらっしゃいますよ、ね、そうそうそう、ね、涙目だよ、だってこれここにほら百田の大きい涙ながらの大謝罪なんですよね。はい、ついに転向したのが百田さん。日韓問題の完全解決に向けて渾身の会見をし、もう謝ってるでしょ、はいね、もう口だけじゃないんですよ、もちろんです、もちろんです、はい、もうね、渾身のね、渾身の土下座、渾身の渾身の思いが入っているから、そしてそれがものすごく面白い、その逆転にもなっているから、5日で10万部、これはすごいですね。発売5日で思いがこもってると違いますよね。違います、土下座の仕方もだから鳩山由紀夫さん以上ですもんね。発売5日で10万部ですわ。ほらもうアマゾンでずーっと1位です。あ、すごいですね、はい、でこれが本屋さんでもう、はい、何この平積みされて溢れているわけ、ところがそうではないそうですね、それがねちょっとあるんですね、ほらそれついでにちょっと言いましょうか、はい、ちょっとだけね、あの、こちらで、はい、こちらですよね、はい、このね5日で10万部、新刊好調も目立たぬ陳列ということになってますよ、はいはい、その新刊に関わるね、こちらもニュースということで参りましょう。はい、虎取りが、ね、関連で、はい、あ、この記事じゃないですね、この記事は、こちらですね、はい、失礼しました。今月15日に発売された作家百田尚樹氏の、著書今こそ韓国に謝ろうが売れ行き絶好調のようです。百田氏はこの件に関して19日ツイッターで、本の売れ方は書店によって違う、でも発売5日で10万部、アマゾンのランキングで5日連続1位の本なら普通は新刊棚の一等地の平台に陳列される、うん、ところが今こそ韓国に謝ろうは一部書店で目立たない棚に置かれたり、うん、中には棚にすらなかったりする、何か得体の知れない力が働いているのか、点点点とツイート。まあもちろん、はい、さらに続けて、もちろん今こそ韓国に謝ろうを一生懸命に販売してくれている書店さんもある、ただ去年のカエルの楽園の時もそうだったが、目立たないように陳列している店があるという報告があまりに多い、私は書店を愛している、だからずっと電子書籍は出さなかった、でも考えてしまう、点々点と書かれています。まあ、私ツイッターやってるんですけど、まあ、これ私ツイッターで、まあ、自分の本のよく宣伝するんですが、まあ、そこにね、もういろんな人がこれね、もう、うん、名前言えません、あの本、あの書店の実名で書いてくるんですよ。あ、なるほど。どこどこの町の何々書店は、うん、実際行ってみたら、うん、どこにもないと、うん、どこにもない、これで、シャーレが店員さんにこのもないですか言うたら、うん、あ、ちょっと待ってください言うて奥へ行って、うん、はいどうぞ言って、奥にあるってことはあるってことですからね、どうしてこの前に出さないのか、ね、そこにちょっとよからぬ意図がありますね。はい、であるいはその新刊の話題の棚とか新刊の棚に全くなくて、そうも探し回ったら、ものすごい目立たないところに、なんか隠れてるようにふいと置いてるとかね、でもそういうのは報告もいっぱいあって、こんなんあんのかなほんまにと、まあ、うん、でもね、あの書店の実名書いてるだけにね、あ、これは嘘とも思えない、で、ただ私自身は見てなかったんですが、実は私先週の土曜日にですね、ちょっと書店に行き、ある大阪のね、まあ、かなり大きい書店ですわ、名前言いません、その書店行きまして、で実は私、その書店がですね、私の本どんだけ何部仕入れてるか知ってるんですね、ですから私もまあ作家やってもう十何年経ちますから、大体こんだけの部数を仕入れたら大体こんだけの展開だろう、うん、っていうのは大体分かるんですよね、肌感覚で、でとは言ってみたら、すっごい展開が少ないんですよ、何この展開の少なさ、これやったらもう部数のおそらく仕入れ部数のこれもう10分の1ぐらいの展開じゃないかなっていうぐらいね、だから、あ、実際にそうなんだと、だからこれがね、まあ私はもうツイッターで得体の知れない力と書きましたけど、これはまあどういうような形で作用者としてるかわかんないんですよ、実はまあ今回のこの本ね、これ今こそ韓国に謝ろうと思うんですが、
まあ、これ韓国について書かれた本なんで、はい、まあ、これを読んでですね、うん、まあ、まあ人によっては不愉快だと思う人もいるわけですね、当然ますね、で、うん、まあ、他にそういう書店員の方でそういう思想を持ってる方がですね、うん、あ、嫌だった、この本、うん、この本売りたくないなということで、うんうん、まあ、あの棚外しちゃうみたいな、ね、外してるケースもあるし、あるいはあのよく言われるんですが、こう一部こう、まあ、韓国とか中国に対する批判的な本を書くとですね、うんうん、まあ、書店に対する嫌がらせの電話とかあったりするという噂もあります、うん、はい、うん、で実は私あの去年カイロの楽園を出したんですが、カイロの楽園の時もやっぱ同じことあったんですよ、ね、もう一部の書店で、うん、棚から外されてるとか、うん、まあ、あのもうバックヤード裏に入れられてるとか、うん、まあ、目立たないところに置かれてるとかいうことがあったんで、うん、まあだからこれもね、まあ、冒頭に申し上げました、うん、一橋大学の講演中止と、はい、なんかね、うん、微妙にリンクしてるような気もして、ね、ちょっと嫌なんですよ ね、これやっぱり私は講演も私の発言の自由を奪ってるし、うん、まあ、これまあこれも一つの表現活動ですね、うん、でこういうのも、うん、書店の棚から、まあ、これは書店員が自粛、いわゆる自主規制やってるのか、それとも何らかやっぱりその影響があるのか、怖がってやあの消してるのか、これは分からないですからね、まあ、一部で、まあ、一部でそういう書店があるということです、うんうん、でもね、あの本当に、あの冒頭からもう私たちは言論の自由とかね、あのそういったことを言ってきたわけですけども、この本をちゃんと正当に扱うってこともね、言論の自由 の、 あの根幹なんですよね。で、あの今日本の書店ってすごくこう元気がなくって、あの本が売れなくなったりして、もう小さい書店がどん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 閉鎖されているんですね。で、そうすると何が起きるかというと、人々が本当に欲しい情報を手に入れることができなくなってしまって、日本人の情報力というのは落ちるわけでしょ。で、それを防ぐためにはもう全国津々浦々に元気な書店さんがいてほしいわけだけども、こういうことをすると、百田さんもね、今まで電子書籍しなかったけども考えちゃうねというふうになるわけで、これもう書店さんの首も絞めることになって、日本人がそのいろんな情報に接する道を閉ざすことになるから、これはつまんないし、第一なんとなくうじうじしてて、こういうのは嫌ですよね。もううじうじしてて、自分たちに都合の悪いことを見ないっていうのは、本当は日本人はあまりそういったことをやってこなかった、うん、もうむしろそれをやってきたのが中国と韓国なんですよね、うん、もうこう、オーソンファさんもこれ私のこれね、はい、あのまあ、これも、うん、あの、うん、私も配属させていただきました。ありがとうございます。もちろんです。オーソンファさん、はい、バンバン言ってるでしょ。あの私はオーソンファさんとこれ対談させてもらったんですが、面白かったですわ。まあ、初めてお会いしたんですけど、これ言論テレビのね、あの、うん、私のやってる、ね、はい、あのネットテレビの言論テレビで の、 その対談をもとに作ったんですけどもね、非常に多くの人たちが、あのでも百田さんほどじゃないね、5日で10万部ではない、これはでも5ずりくらいまで。素晴らしい、この本素晴らしいです、うん、あの、大相馬さんは、まあ、もちろん、有名な方ですけど、まあ、テレビをご覧の皆さんで大相馬さんという方は どういう方か知らない方のために申し上げますと、この方は韓国生まれ、最終島生まれで、今日本に来て、帰化されて日本の大学の先生になっております、うん、でそしてですね、この方はずっと韓国で生まれ育った方ですから、韓国のいいところ、うん、悪いところ全部知ってる方ですね、そして、そのまあ日本でですね言論活動されていて、実は韓国の問題点、あるいは韓国の悪いところ、まあ、こういうことを悪い、まあ、歯に衣着せず、発言されてます、はい、でそのためにですね、彼女はまあ、今日本に帰化されてるんですけども、例えば親戚とか、まあ、あのそういうような兄弟とか、まあ、あの韓国におられるわけですね。で母親の墓参りに、帰国しようとした時に、はい、空港で入国拒否になってるんですよ、そうなんですよ。要するに韓国の悪口言いやがってと、お前なんか韓国入れへんぞということで、だから母親の墓参りできないと。それとか法事にもね行けないの。でね、その身内のご不幸とかね、あのそれから法事とかね、もしくはもうその反対で結婚式とかね、そういうのって一族老頭が集まる稀な機会でしょ、にもかかわらず大孫婆さん入れてもらえなかったの。昔の日本の村八部だってもうちょっと、日本の村八部はいろいろそんなことしませんよ、ね、日本の村八部お葬式と家事と葬式だけはみんな頑張って助け合ったんですよね、だから本当にひどいところ。
うん、でまあその大沢さんと その大沢さんとその桜井よし子さん先生がこう、対談されてる、はい、すごい面白いです。ご存知でした、ありがとうございます。を招く半島の真実私ね、はい、まあ私こんな感じで、ええ、もう何でもいっぱい謝ってるんですけど、ええ、そのうちの一つにね、まあハングルを普及させて悪かったと言うてですね、韓国の人はですね、ええ、我々は言葉から奪った言うてるけど、ほんま言葉を奪ってない、つまり、ハングルを普及させたのは日本人なんですね。 それまで全くハングルは全然誰も使ってなかった、むしろ滅びそうだ、滅びそうだった、ハングルっていうのはもう下船の文字、下等文字と言われて、ヤンバンにすごいバカにされてて、ええ、で日本人はですね、いやお前たち漢文を使ってるのおかしいだろう、朝鮮語やったらやっぱり朝鮮語を喋るように、朝鮮語を書くように文章ないか言うたら、あ、ええの、あれハングル、お前らこれ使えやということで、うん、で日本がその東京で教科書を作って、でまあ小学校いっぱい建ててハングルを広めました。でそのハングルのことについて、うん、大沢さんに一回聞いたんですよ、今韓国は全部ハングルですよねと、はい、本なんかも漢字完全に追放してしまって、漢字を追放してしまって、ページが全部ハングルということは、これ日本語で言うと全部ひらがなでしょ、ひらがなカタカナ、そうです、ですからなんか大沢さん言ってましたけど、全部ひらがないから、もうね文章がどんどん幼稚化していくんですよ。そうそう、難しいことは使えない、難しいことを使うとわからないから、もうそれをもう優しいことを言い換えていくと、そうするとね、もう論理的な思考、あるいは抽象的な思考、そういうような本がどんどんなくなっていて、いわゆる情緒に訴えるような、もう要するに感情を訴えるような小説とか、もう物語とか、そのばっかりになっていくらしいですね。ほんで僕が笑ったのが、おかしかったのは、僕が聞いたんで大沢さんに、漢字を全部追放したいことは、自分の名前は書けるんですかって。ほら、大沢さんが、自分の名前はどんな人でもギリギリ書けますと。漢字で。ギリギリ、ね。ギリギリ書けます。で、ところが、人の名前は書けないし読めませんと。ですから、韓国ではお互い社長同士が名刺交換挨拶する。で名刺のところにハングルが書いてなかった、漢字だけの名前やったら読めないらしいです、それぐらいひどい。だから韓国の私たちがね、その文章をね、全部これが、ひらがなとカタカナだけだったら、例えばその意味が分かんないって読みにくいしね、で韓国の人たちはその漢字をどん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 減らしていったもんですから、言葉の意味がよく分からなくなってしまって、言葉の意味が分からないってことは、自分たちが喋ってることの意味が分からないってことなの、人間のその考えることとかいろんな表現っていうのは言葉によってなされるわけですから、言葉の数が少なかったらそれだけの表現能力がないし、それだけの理解の能力がないってことなんですよね。だから本当に今平田さんおっしゃったように、ハングルだけだとね、考えるその能力というのがどん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 こう低下していくことで、だから私この韓国の人たちがものすごくめちゃくちゃなことを言うじゃないですか、大沢さんにどうしてこんなめちゃくちゃなことを言うんでしょうねって言ったら、やっぱそこまで考えられないんだという解説を彼女がするわけですよね。韓国出身の方がそこまで踏み込まれますか。そう日本人がそんなこと言ったら大変ですよ、その韓国の人をバカにしてと言われますけども、やっぱり韓国出身の方がそういうことをきちんと解説してくださってるっていうのはね、心に留めておいていいのかなと思うんです。ですからね、私はもう今こそ韓国に謝ろう、本当にね、すいません、全身全霊の謝罪をされてますからね、ハングルを普及させてしまって申し訳ないです、当時はね、でも非常に難しい漢字だけだったんです、ヤンバンの人たちは、しかも漢文なんですよね、漢文って中国語ですからね、そう、それも今のその簡略化した漢字ではなくて、もう画数のものすごく難しいもので、科挙という公務員になるための試験を受けるためにもうそれをものすごく勉強するわけで、一般の庶民はなかなか字が読めなかった、字が読めないってことは情報もダメですね、教育もできませんねというので、識字率がつまり字を読める人が数パーセントぐらい、そう、それでね、福沢諭吉たちが中心になって、やっぱり韓国の国民をきちんと教育して差し上げるのがいいだろうというので、ハングルの新聞を作ったのは福沢諭吉たち日本人なんですよ。福沢諭吉その弟子ですね。そうです、そうです。そのことがね、良かれと思ってしたことですけども、それが韓金たちもね援助して助けたんですもんね。あとね、ハングルでちょっと言いますと、漢字文化のことで大沢さんに聞いてね、ちょっと驚いたんですが、結局もう完璧的に1970年以降はもうほとんどどん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 漢字を消して、もうまあ現代はほとんど漢字消えてしまった。でそうするとどういうことが行われていると言いますと、例えば本全体が全体優しくなっていくということもありますし、もう一つはね、
ただ今の大学の教授たち、うん、一斉のね、ただ40、50のまあ中堅どころの教授たちがですね、うんうん、自分たちがの恩師、自分たちを教えてくれた先輩の大学教授、うん、恩師の昔書いた論文が読めないんですって、うん、漢字が、ああ、そうか、はい、なるほど。でそうなってくるとね、さらに恐ろしいことがある、うんうん、というのは日韓併合時代の資料を読めない、はい、資料読めない、ということは完全にね、韓国は歴史が断絶してるんですよ、うん、そうですね、古い資料は読めない、それを読める人が今、韓国の大学教授にもいないんですよ、ですから彼らのいわゆる歴史認識というのはもう相当ひどいですけど、うん、ですから彼らと共通、あの歴史認識を例えば日韓で、うん、まあね、僕はやりませんけどね、うん、仮に日韓で歴史認識を共通認識を何とかすり合わせをやろうと思っても、うん、彼らは資料を読めないんですよ、なるほどね、うん、これはもう本当にね、大人の国がそういうふうになってるってことをちゃんと知って、日本も気をつけないといけない。日本だってね、カタカナ言葉がね、はい、氾濫していて、本当にこのカタカナ言葉を理解して言ってるんだろうかというようなのがありますね。そうなんですよね。もう最近もう何でもカタカナやろ。もう例えばね、もうファクトが、まあ、事実でいいやんね。ダイバーシティ、何やそれですね。お台場の、お台場の街かと思ってしまうよね。はい、小池百合子さんがね、こう、築地市場をこれからアウフヘーベンしなきゃいけませんって。資料追いつこまで出てきましたか。アウフヘーベンっていう言葉で弁証法、ね、何をねその意味しようとしてるのかよく分からない、ね、彼女はちゃんとした日本語をもっと話すべきだと思うしね、うん、彼女だけではなくて本当にあのカタカナ言葉が氾濫していることはね、うん、日本の文化力の知識力の低下だというふうに見ないといけないと思いますね、そうですね、うん、いや本当に外来語、意味のわからん外来語を使う人多いですよね、うん、政治家とかもコメンテーターとかそんなんでね、日本語しゃべれんちゅうねん、僕らの仲間の芸人ごときでも言いますよ、それはエビデンスがとかね、何がエビデンスだよっていうようなね、確かにね、確かにあの外来語、つまり英語にはですね、日本語に訳しにくいない言葉ありますあります、でもね、はい、普通に日本語で言うたら英語とかあるんですよ、わかりますわかります、はい、言える言葉はね、そう、言えばいいんですよ、ね、確かにアイデンティティなんていうのはちょっと訳しにくい言葉ですけども、はい、それはね、日本らしさですよ、らしさ、日本人のアイデンティティということはね、日本らしさという、日本独特のもの、もうあの全部できるんです、だって明治の先人たちはほとんど全部その英語のカタカナ言葉使わないで日本語にしたんですよ、あれは偉いですね、天才的な造語能力ですよね、あのね、実はよく言われるのはね、うん、中国語、うん、今の中国人喋ってますね、中国語、はいはい、中国語から日本語を取ったらもう中国語に成り立たないんですね、うん、あの例えば、よく言われるね、だから中華人民共和国言ってますよね、人民も日本語、はい、共和国も日本語なんですね、はいはい、で彼らがよく使ってる政治とか政策とか経済とかこれ全部日本語なんですね、うん、そうです、だからもうそういう中国語からその日本語を取ってしまったら、はい、もう彼らは政治的な会話もできないし、抽象的な会話もできない、一切できないんですね、でこういうことは全部、今桜井先生おっしゃったように明治の人たちが、それまで江戸時代にはそういう概念がなかった、うん、それをそのヨーロッパからその近代的なその政治概念とか経済概念とかいっぱい出てきた、うん、これを全部あの外来語を使わないで新しいことを作ったんですよね、うん、あのね、あの日本人、中国の人はね、日本人にね文字を教えてやったと言いますね、はいはいはい、本当にありがとうございます、漢字はね教えていただいた時代もありましたけれども、明治時代以降はね、あの中国の学生が毎年8000人から1万5、6000人毎年ですよ、日本に留学に来てたんですよ、で彼らがあの老人も含めて、あの有名な老人も含めてね、あの日本に来てまず最初に何をするかというと、みんな図書館に行くんですよ、みんな図書館に行ってそのいろんな文献を読むんですね、日本人はどんどんそのヨーロッパにもアメリカにも行っていろんなものを本を持ち帰って、それをドイツ語であろうと、そのラテン語であろうとね、英語であろうとフランス語であろうと日本語にして、本当に翻訳しにくい言葉も全部日本語にしたんですよ、でそれを彼らは学んで中国に帰っていって、だから戦あの明治維新以降ね、あの中国人が使っている言葉の中の7割は日本語だって言われてる、だから私たちがね、その中国人から日本が中国から教えてもらったんだろうって言われたら、まずねありがとうございますって言った方がいいと思う、でもねこれはお互い様ですね、私たちも明治以降はあなた方にいろいろ教えさせていただいて、だいぶ返しましたよね、こっちからね、今7割のね、はい、中国人が使ってる語彙は、はいはい、
日本語からですよね、で言えばいいの、はい、でね、これを私ね大学にね研究しなさいって言ったことがあったんです、はい、大学の教授から聞いたことはね、このようなその中国研究ですよね、中国の文字がどれくらい日本からいわゆる言っているかということを研究するような学生は、日本の中国研究の学者というのはみんな中国の顔色ばっかり伺いますから、こういった論文を書いて例えば博士号を取ろうとしても、なかなか取れない。また取ったとしてもどこの大学でじゃあこの人をね准教授とか教授に採用してくれるのというと、もう中国一辺倒のこのヒエラルキーみたいなものがですね、出来上がってるから難しいということがあるんです。だから本当に中国といいお付き合いをするんだったら、日本人も日本のことに誇りを持ってね、中国に対する尊敬も払いながらね、やっぱり相互にきちんと敬うような関係をこっちから作っていかないとね、これは無理だと思いますね。でそれをねこれで書いたの、はい、そうなんです、ね、そこでですね、はい、桜井よし子さんのこちら新刊ですね、はい、新潮社から発売の一刀両断、はい、はい、国を惑わす元凶を正すと、元凶を正すとっていうね、帯が踊っております。私はまあ週刊新潮でね毎週、はい、毎読してるんですが、ありがとうございます。毎回いつも読んでてびっくりするんですが、ようこんだけレベルの高いものを毎週書きますね。すごいですね。書くのが私の仕事ですから、もう本当に、はい、でもこれね、はい、すごく面白いと思うんですよ、はい、今もう本当に世界がすごく大きく変わってますでしょ、でその変わっている今がね、日本にとってのチャンスなんですよ、ね、変わっている今日本がどういうふうに変わっているのか、この大きな流れはどっち方向を向いているのか、はい、これから日本どうなるのかっていうことを考えた時に、事実を知らないと正しい判断できないんですね、はい、考えてみたら日本は東隣にアメリカ、西隣に中国、はい、そしてさらに北の方にロシアがいて、はい、まあ北朝鮮もいるわけでしょ、このような状況の中でね、もうこの狭い極東のところに攻め合ってるわけですよね、この中で本当にアメリカが変わり、中国が変わってる、世界のプレイヤーが変わってるわけですから、今まで戦後72年間これが当たり前の国際社会だと思っていたことが当たり前でなくなっているんですよ、むしろそれはもうどん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 変わってしまっていくだろうというね、そこに依拠しても頼っても解決策は導き出せない時代になっているわけですから、はい、ここのところをきちんと事実を見ましょうねということをこの一刀両断の中で書いてます、はい、だから戦後の体制、今の日本国憲法もそうですし、はい、これはもう役に立たない、それから戦後のその私たちの価値観、これはもう日本的ないいものもありますけども、そうでないものもある、こういったものを全部洗い出して、日本独自の力をつけないと日本はダメだと思うんです。だからこれぜひね、はい、読んでくださればと思います。私先ほどね、ちょっと楽屋で、お伺いしたんですが、桜井先生のいわゆる物書きとしての矜持というのはね、すごいの見たなというのは、これね、初めにってあるんですよ、前書きですね、初めに1ページ、2ページ、3ページ、4ページ、5ページ、6、7、8、5、もうすごい長い、始めが長いですけど、もう前書きだけでこんだけあるんですが、これは初版なんですね、これ今年の5月の20日に出た初版なんですけど、もうこれ重版されて、重版っていうのは、新たに荷刷りが出ますよね、でところはその荷刷りが出る間に、国際状況、日本と取り巻く状況はちょっと変わりますよね、2週間か3週間の間に、そのために荷刷りは前書き全部書き直してるんですよ。すごいでしょ、そうなんです、はい、全部そう、新潮社がそこまでこだわりますかって言ったから、こだわりましょうよって言ったら、じゃあやりましょうって言って、だーっと書いたさすがです、でも私もね、今までも本当にたくさんの本書いてきましたけども、今みたいに国際情勢が変わったっていう時はないんですよ、でこれに合わせるためには初めて前書きを全部書き直しましたね、私のその今までのキャリアの中でも初めて、それくらい大きく世界が変わってるんですよ、でその変化を私たち読み取らないといけない、これはもう個人も企業も国も、
そうしないと潰れるんです。今ね、日本の企業、大企業がね、かなりピンチに立ってるところあるでしょ、はい、例えば東芝、これドコーさんがね、ドコーさんがいた会社ですよ、あの目指しのドコーさん、ね、目指しのドコーさんね、ドコーさんは本当にもう世界中の経済人からね、尊敬されてる、はい、この素晴らしい人たちが作った東芝が、今もう危機に瀕してるわけでしょ、もう覚醒の感がありますよね。三菱だって ねものすごく危ないところにいますよ、だって三菱のその原発ではそのフランスのアレバなんかと組んでますよね、アレバの子会社がものすごいその、はい、あの損失を抱えてますよね、東芝がウェスティングハウス の、あの関連会社の借金によって足を引っ張られたのと同じことが三菱にも起きかねない、起きるとは言いません、起きかねない、おまけに三菱はあの小型中距離の飛行機がなかなか抵抗できない、大型の船を作ったらそれが工期が伸びてものすごくその赤字を出したというふうにね、車はひどいですね、もう輝くような企業だった日本を支えてきた屋台骨の大企業が今ものすごくその苦戦してるんですよ、はい、それはただ単にマネジメントが悪いとかそういったことではなくてね、やっぱり世界情勢の大きな変化とも関わりがあるんです、だからそこを掴んでおかないとね、はい、日本人今私たちすごく豊かで安心で、まあ、あのいい社会に暮らしていくことができてますけども、これがもうこのまま未来永劫続くなんて思ったら間違いなので、この暮らしを守るためにもね、やっぱり日本人が世界で何が起きてるかっていうのを知ってほしいと思う、これをこの本の中で書いたのと、毎週こういったことをね、実は言論テレビでもやってんです、そうですね、櫻井さんのご著作のみならず、櫻井さんが、編集総責任&キャスターにを務めていらっしゃいますインターネットの番組がございます、百田さんにもね、何回かお出になっていただいてね、ですね、桜ライブ、君の一歩が明日を変える、朝と書いて明日を変えるという、桜ライブ君の一歩が明日を変えるは毎週金曜日の夜9時から言論テレビにてインターネット生放送中ということですよね。すごい活躍ですよね。もうこれこんなこれをね毎週週刊新潮に書いて、そして毎週金曜日に言論テレビやられて、そしてさらにまあ全国公演されて、他にも執筆も他も、それからまああの先ほどねこういう大沢さんとの対談もね、まあこれはまあ言論テレビの対談もあるからですけど、もう本当まさに八面六臂ですよね。いやもう百田さんには叶えませんけど、いやいやもう私は謝りますってこんなことはしない。私は謝るの得意なんでね、はい。だってもう一日中謝ってますから、はい、この番組中でももう折島さんにもしょっちゅう謝ってます。謝られてないでしょ、はい、これ終わったらまたねしょっちゅうまたダメだから、百田さん今日の番組ですけどね、ちょっといろいろ躊躇してすいませんすいませんってもう大概謝るんです、はい、もうでも飽きないですね。いやでもねこれねすごいわ、もういや僕もねそのあこれ表紙がいいと思わない、あそうね、あの新潮社のね、はい、あの若いスタッフがね、はい、この銀色でね、はい、本当に刀みたいですよ、刀みたい、本当に本当みたいな、シャッとね、すごく頑張ってくれたの、いいですね、いやほんでね、しかもやっぱり、まあ、繰り返しますが驚くのはこう、にずりの時にも前書きをね、まあ、前書きも 2,3 ページちゃうんですよね、何十ページあるんですよね、これを全部書き直してですからね、皆さん、書ずりを持ってる人は、はい、すぐにずりも買ってください、ね。ちゃんと味わい分けてね、そうそうそう、はい、はい、あの前書きも味わい分けてニュアンスをね、あのね、先ほどね、まあ、明治の頃にね、はい、日本人はその多くの言葉を生み出して、はい、それが今、まあ、もちろん韓国もそうです、韓国もやっぱり7割ぐらいがそのやっぱり韓国を使っている言葉は日本語なんですね、はい、で中国もそうですけど、でね、私同時にふっと思い出したのは、明治の頃から、戦前の日本ですね、第二次世界大戦までこの時の日本語というのは、実は今 あのアジア圏における英語みたいなのもやったんですよ、つまりね、中国人もそれから朝鮮人もそれから他の東南アジアの人もこぞって日本語を学んだんです。あで、まあ、東南アジアはちょっと別ですけど、なぜそうなのかというとね、つまり日本語強制とかじゃなくて、日本語を学んだら世界が分かったんです。これね、実はこれ今世界 今現代もそうですけど、当時の戦前の、ただ明治から大正、この時代の日本でね、世界の国ではないようなことがあったんです、というのはその時代の日本語が分かれば、
世界の文学全部読めたんです。あ、そうよ、これすごいでしょ。ロシア文学、フランス文学、イギリス文学、ドイツ文学、アメリカ文学ね、これ全部日本語を学んだらその全てが日本で翻訳されてる、うん、でそんな国どこにもないですよ。アメリカに行っても、うん、翻訳されてるのがちょっとですよ、うん、はい、ロシアに行ってもちょっとところが日本語を学べば、今でもそうですけど、日本っていうのは本当にね、あの図書館行っても何でもすると世界中の文学が読めるんですよね、うんうんうん、はい、で多分戦前なんか特にすごかった。だから、まあ、もちろん文学だけじゃない、あのいろんな法律書、専門書、それから物理学、科学、はい、いろんな学問のね、全てのもんが日本語で、ね、あの世界中のあるとあらゆる学問の一線級が全部日本語に翻訳されてる。人文社会自然科学 ですから、朝鮮の人たちも中国の人たちもですね、本当に世界の一線級を学ぶには、英語よりも日本語の方が良かったんですよ。だから日本人ってね、いかにね、その一生懸命な人たちだったかってことですよ。日本という国はね、徳川時代も素晴らしい国だったんだけども、文明開化でその国を開いた時に ね明らかにその遅れてたってことをみんなが自覚して、遅れてたっていうところを自覚した途端に、じゃあ学びましょうになっちゃうわけですね。学びましょうで本当に学んじゃう。でいろんな人たちが外国に行って、もしくは外国から本を持って、あれびっくりしますね。すごいですよね。その当時ね、うんうん、日本では外国語を学ぶ先生も教える先生もいないし、ね、うん、で辞書もないんですね、つまりそこで辞書がないんですよ、うん、だからでしかもその明治 あの幕末から明治の頃に行った人っていうのは、うん、江戸時代の生まれですからね。そうです。江戸時代の生まれの人は、うん、何も言葉わからないのにヨーロッパ、ドイツとかフランスとか行って、そこで一から勉強してね、会話を学んでくるって言うんですよ。会話なんか当たり前、うん、要するにそこで専門書を読んで勉強して、うん、だからあの当時の日本人のその幕末から明治の頃にかけていろんな藩から行きましたけど、うん、もう彼らの努力ってすごいですよね、うん、本当に休まないんですよ。ほんでね、もうだから周りの人がね、その向こうの現地人の人がもう休んだらと言われた、あんた一日も休んでないし全く寝てないやん、いやもう一回ぐらい休み言うたら、ほんなら彼ら言うたら、いや私が一日休んだら日本が一日遅れる、うん、そうやって勉強した。そのくらいの気概があったのね。うん、泣かせるセリフですよね。本当に。たまらないですよね。そんなこと言われたら。あの明治政府がね、あの岩倉具視たちを、あのアメリカと欧州に出すんですよ。欧州施設がね、あのか、それをね、書いてその報告書を書いて、それが立派な本になってるんですけどね。これはもうね、驚嘆します。いや本当そうです、ね、あの時ねレコーダーもないのよ、ね、でそのこういうボールペンもない、うん、あるのは墨と筆でしょ、ね、で墨と筆でね、もうものすごく細かくいろいろ書いてね、もうびっちり報告書を書いて、しかもねその向こうのアメリカヨーロッパのね先進的な技術のこと、政治制度のこと、いわゆる哲学的な考えること、もう見事にね全部吸収してんですよ。であれはね本当に私ね、まあ取材する側ですけども、今私が取材に行って同じあのルートをたどって行ってきなさいって言われてね、あれだけのものをね吸収して書けるかって言ったらもうとても自信ないですけどね、彼らは本当にすごい。だからそういう素晴らしいね先輩世代がいて、日本という国がそんなに素晴らしい国だったんだってことをね、もっと誇りに思って、この誇りと日本人としての自覚がこれからの日本のためにも世界のためにも必要なんです。さっきから持ち上げてるように今世界ものすごく変わってるんですね。ものすごく変わってる時にどっち方向行ったらいいのということで、まず日本人の力が土台になってないといけないわけで、その土台の強さというもの、素晴らしさというものを見せたのが明治の人たち、江戸の終わりの人たちだ。だから私たちはこれ今150年前に明治維新ありましたけどもね、これをもう一回振り返る時期だと本当に思いますね。いや本当ね、うん、もう本当に、ね、僕は、まあ、幕末から明治のことでいろいろ勉強するとですね、もうどれ一つとも奇跡ですね。そう、あの鉄道できたのが明治5年ですよね、うん、でね、うん、明治5年に、東京から横浜までかな、鉄道を通したんですけど、ちょっとね考えられませんよ、ね、あの戊辰戦争終わったのが明治2年ぐらいですから、だから装備2年ぐらいで鉄道を引いてるんですよ、ね、それまでそんな技術、江戸時代の何にもない技術ですよ。それをレールを引いて鉄道にして、しかもあの、どこの川やったかな、機関車とかね、大田区から行く川、あの川崎、何ていう川、え、玉川、玉川をね、
橋かけて鉄道通したんです。で最初の橋は木造で建てたんですけど、まあ、後に撤去に入れ替えたけど、それをその明あのいわゆるその明治の3年4年ぐらいにそんなことやってるのかって、うん、であの当時ね、その幕末の頃にもその、ヨーロッパの一番の最新技術はあの蒸気機関がありましたね、うんうんうん、蒸気機関で船も動くし鉄道も動く、であれを見てですね、日本の学者ちゃいますよ、日本の庶民レベルの人がほうすごいな、この蒸気機関で何やこれどうなってんねや、こうなってこうなって、よし、わしらも作ってみようって、それ作るんですからね、すごいですよね、どういう技術や。宇和島藩の提灯とか作ってる職人さんとかがですよ、ね、そうなんですよ、やったね、そうそう、だからちゃんとした正式な学問とかね、そういうそのやってない人たちは、こんなんわしらも多分できるで、やってしまうんですからね。でね、同じ頃に、ちょうど同じ頃にね、やっぱりそう蒸気機関が、やっぱりあの東南アジアも行ったし、朝鮮半島も行ったし、中国にも行ってるわけですよ、あのね、これ反応が全く違うのは、日本人はね、おすごいな、よし、わしらもやってみようって一生懸命作るんですね、ところは、東南アジアの人々、まあ、これ、馬鹿にするんちゃいますよ、馬鹿にするんです、民族性の問題、朝鮮の人々、あるいは中国の人々、ほう、すごいな、こいつら、ほう、それだけで終わり、要するに、それを真似してみようとか、わしらも作ってみようと思わない、ほう、西洋人はすごいね、これで終わりなんですよ、日本人違うんですね。でその日本がね、まあ、その明治を過ぎて、明治27年に日清戦争をやって、37年に日露戦争をやって、そして、まあ、あの大東亜戦争で負けて、そして今日 にこう至っているわけですけども、この中でね、ものすごく大きなそのプレイヤーだったのはね、やっぱりいつもアメリカなんですよ、ね、アメリカ、そしてもちろん中国もプレイヤーだったんだけども、まあ、そのプレイヤーのアメリカがこう後ろに引っ込もうとしていて、中国はそこにさっとこう入り込もうとしているわけでね、この構図はとっても怖い構図なんですね。だから私たちはそのアメリカとのね、あの関係というのに大事にせざるを得ない。なぜならば今世界が大きく変わって、中国なども私たちと全く価値観の違う国がね、力を持って膨張しようとしている時に、どうやって我が国を守ることができるんですか。いくつかの選択肢がありますね、日本独自に軍事力もうんと持って守りますというのが一つの選択肢、もう一つは日米関係の中でアメリカと強調しながらアメリカに守ってもらいますというのが二つ目の選択肢、もしくは国際連合みたいな大きな組織で守ってもらいますというのがもう一つの選択肢、まあ他には中国と同盟結ぶとかロシアと同盟結ぶなんてのはあると思いますけども、まずこれはほとんど不可能ですよね。国際連合が今、いや、あんまりこう頼りがいがないというのがありますよね、で独自に守れるかといったら、これはもう憲法改正もできていないわけですから、自衛隊の軍事力だって本当に世界から見ると小さいですよ、守れないから、もう好きであろうとどうであろうと日米の関係をしっかり持っていないと、中国に対処するという意味ではね、恐ろしいんですよ。
もうちょっと何ですかこれ百田さん、はい、もういやいやあのすごく営業努力をされてらっしゃるのは分かりますけど、これはちょっとやりすぎじゃないですか。私もね今朝新聞で見てね、あ、百田さんやったなと思いましたよ。この写真はね、まあ、今日の新聞は毎日新聞ですけど、この写真は昨日の朝日新聞の広告ですわ、はい、あ、これよりによって朝日新聞の広告です、はい、で、まあ、あの私の、ね、最新刊の今こそ韓国に謝ろう、まあ、この本の、まあ、はい、宣伝なんでね、はい、でやっぱりこのやっぱり謝ろうって私この前編256ページ、もう前編私は韓国に謝ってるんですが、まあ、この著者の謝る気持ちをですね、まあこう写真にして、見せてるわけです、はい、もういかに私が真剣に謝ってるか分かるでしょ。そうですね、もう涙目になってらっしゃいますよ、まあ、そうそう、ね、涙目だよ、だってこれここにほら百田の大きい涙ながらの大謝罪なんですよね、はい、ついに転校したのが百田さん日韓問題の完全解決に向けて渾身の会見をし、もう謝ってるでしょ、はい、ね、もう口だけじゃないんですよ、ここもちろんです、もちろんです、はい、もうね渾身のね、渾身の思いが入っているから、そしてそれがものすごく面白い、その逆転にもなっているから、5日で10万部これはすごいですね、発売5日で思いがこもっていると違いますよね、違います、土下座の仕方もだから鳩山由紀夫さん以上ですよね発売5日で10万部ですわ、ほらもうアマゾンでずーっと1位です、あ、すごいですね、はい、でこれが本屋さんでもう、はい、何この平積みされて溢れているわけ、ところがそうではないそうですね、それがねちょっとあるんですね、ほらそれついでにちょっと言いましょうか、はい、ちょっとだけね、あの、はい、こちらですよね、はい、このね5日で10万部新刊好調も目立たぬ陳列ということになってますね、はいはい、新刊に関わるねこちらもニュースということで参りましょう、はい、虎取りが、ね、関連で、はい、あ、この記事じゃないですね、この記事は、こちらですね、はい、失礼しました、今月15日に発売された作家百田直樹氏の、著書今こそ韓国に謝ろうが売れ行き絶好調のようです。百田氏はこの件に関して19日ツイッターで、本の売れ方は書店によって違う、でも発売5日で10万部、アマゾンのランキングで5日連続1位の本なら普通は新刊棚の一等地の平台に陳列される、うん、ところが今こそ韓国に謝ろうは一部書店で目立たない棚に置かれたり、うん、これも売りたくないなということで、うんうん、まあ、あの棚外しちゃうみたいな、ね、外してるケースもあるし、あるいはあのよく言われるんですが、こう一部こう、まあ、韓国とか中国に対する批判的な本を書くとですね、うんうん、まあ、書店に対する嫌がらせの電話とかあったりするという噂もあります、うんうんうん、はい、で実は私あの去年カエルの楽園を出したんですが、カエルの楽園の時もやっぱ同じことあったんですよ、ね、もう一部の書店で、うん、棚から外されてるとか、うん、まあ、あのもうバックヤード裏に入れられてるとか、まあ、目立たないところに置かれてるとかいうことがあったんで、まあだからこれもね、まあ、冒頭に申し上げました、うん、一橋大学の講演中止と、はい、なんかね微妙にリンクしてるような気もして、うん、ちょっと嫌なんですよ ね、これやっぱり私は講演も私の発言の自由を奪ってるし、うんうん、まあ、これまあこれも一つの表現活動ですね、うん、でこういうのも、うん、書店の棚から、まあ、これは書店員が自粛、いわゆる自主規制やってるのか、それとも何らかやっぱりその影響があるのか、怖がってやったのを消してるのか、これは分からないですからね、まあ、一部でそういう書店があるということです、うんうん、でもね、あの本当に、あの冒頭からもう私たちは言論の自由とかね、あのそういったことを言ってきたわけですけども、この本をちゃんと正当に扱うってこともね、言論の自由の、あの根幹なんですよね、で、あの今日本の書店ってすごくこう元気がなくって、あの本が売れなくなったりして、もう小さい書店がどん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 閉鎖されているんですね。でそうすると何が起きるかというと、人々が本当に欲しい情報を手に入れることができなくなってしまって、日本人の情報力というのは落ちるわけでしょ。でそれを防ぐためにはもう全国津々浦々に元気な書店さんがいてほしいわけだけども、こういうことをすると、百田さんもね、今まで電子書籍しなかったけども考えちゃうねというふうになるわけで、これもう書店さんの首も絞めることになって、日本人がそのいろんな情報に接する道を閉ざすことになるから、これはつまんないし、第一なんとなくうじうじしててこういうのは
は嫌ですよね。もううじうじしてて自分たちに都合の悪いことを見ないっていうのは、ね、本当は日本人はあまりそういったことをやってこなかった、うん、もうむしろそれをやってきたのが中国と韓国なんですよね、うん、もうこうオーソンファさんもこれ私のこれね、はい、あのまあこれも、うん、あの、あ、うん、あ、私も配属させていただきました。ありがとうございます。もちろんです。オーソンファさんバンバン言ってるでしょ、うん、私はオーソンファさんとこれは対談させてもらったんですが、面白かったですわ。面白かったです、まあ、初めてお会いしたんですけど、はい、これ言論テレビのね、あの、うん、私の方でやってる、ね、あのネットテレビの言論テレビでの、はい、その対談をもとに作ったんですけどもね、非常に多くの人たちが、あのでも百田さんほどじゃないね、5日で10万部ではない、これはでも5ずりくらいまで。素晴らしい、この本素晴らしいです、うん、あの、大相馬さんは、まあ、もちろん、有名な方ですけど、まあ、テレビをご覧の皆さんで大相馬さんという方は どういう方か知らない方のために申し上げますと、この方は韓国生まれ、最終島生まれで、今日本に来て、帰化されて、ね、日本の大学の先生になっております。そしてですね、この方はずっと韓国で生まれ育った方ですから、韓国のいいところ、うん、悪いところ全部知ってる方ですね、うんうん、そして、その、まあ、日本でですね言論活動されていて、うんうん、はい、実は韓国の問題点あるいは韓国の悪いところ、まあ、こういうことを、うん、まあ、歯に衣着せず、はい、発言されてます。でそのためにですね、彼女はまあ、今日本に帰化されてるんですけども、例えば親戚とか、まあ、あのそういうような兄弟とか、まあ、あの韓国におられるわけですね。で母親の墓参りに、帰国しようとした時に、はい、空港で入国拒否になってるんですよ。そうなんですよ。要するに韓国の悪口を言いやがってと、お前なんか韓国入れへんぞというところで、じゃあ母親の墓参りできないと。それとか法事にもね行けないの。でね、その身内のご不幸とかね、あのそれから法事とかね、もしくはもうその反対で結婚式とかね、そういうのって一族老頭が集まる稀な機会でしょ。にもかかわらず大孫婆さん入れてもらえなかったの。昔の日本の村八分だってもうちょっと日本の村八分は、ね、そんなことしませんよ、日本の村お葬式と家事と葬式だけはみんな頑張るって助け合ったんですよね、だから本当にひどいところが、で、まあ、その大相馬さんと その大相馬さんとその桜井義子さん先生がこう、対談されてる、はい、あ、すごい面白いです。ご存知でした、ありがとうございます。時期を招く半島の神です。いや本当に私ね、まあ、私こんな感じで、ね、もう何でもいっぱい謝ってるんですけど、そのうちの一つにね、まあ、ハングルを普及させて悪かったと言うてですね、韓国の人はですね、我々は言葉から奪った言うてるけど、ほんまことは奪ってない、つまり、ハングルを普及させたのは日本人なんですね。 それまで全くハングルは全然誰も使ってなかった、むしろ滅びそうです、滅びそうだった、ね、ハングルというのはもう下船の文字、下等文字と言われて、あのヤンバンにすごいバカにされてて、で日本人はですね、いやお前たち漢文を使ってるのおかしいだろ、あの朝鮮語やったらやっぱり朝鮮中には棚にすらなかったりする、何か得体の知れない力が働いているのか点点点とツイート、まあ、もちろん、はい、さらに続けて、もちろん今こそ韓国に謝ろうを一生懸命に販売してくれている書店さんもある、ただ去年のカエルの楽園の時もそうだったが、目立たないように陳列している店があるという報告があまりに多い、私は書店を愛している、だからずっと電子書籍は出さなかった、でも考えてしまう点々点と書かれています。まあ、私ツイッターやってるんですけど、まあ、これ私ツイッターで、まあ、自分の方のよく宣伝するんですが、まあ、そこにねもういろんな人がこれねもう、名前言えません、あの書店の実名で書いてくるんですよ。どこどこの町の何々書店は、実際行ってみたら、どこにもないと、どこにもない、これで、社内が店員さんにこの本ないですか言うたら、ああちょっと待ってください言うて奥へ行って、はいどうぞ言って、奥にあるってことはあるってことですからね、どうしてこの前に出さないのか、ね、そこにちょっとよからぬ意図がありますね、はい、であるいはその新刊の話題の棚とか新刊の棚に全くなくて、相互探し回ったら、ものすごい目立たないところに、なんか隠れてるようにひょいと置いてるとかね、でもそういうのは報告いっぱいあって、こんなんあんのかなほんまにと、まあ、でもね、あの書店の実名書いてるだけにね、これは嘘とも思えない、ただ私自身は見てなかったんですが、実は私先週の土曜日にですね、
ちょっと書店に行きある大阪のね、まあ、かなり大きい書店ですわ、はい、名前言いません、その書店に行きまして、で実は私その書店がですね、私の方どんだけ何部仕入れてるか知ってるんですね、はい、で、ですから私もまあ作家やってもう十何年経ちますから、大体こんだけの部数を仕入れたら大体こんだけの展開だろう、うん、大体分かるんですよね、肌感覚で、でとは言ってみたら、すっごい展開が少ないんですよ、何この展開の少なさ、これやったらもう部数のおそらく仕入れ部数のこれもう10分の1ぐらいの展開じゃないかなっていうぐらいね、だから、あ、実際にそうなんだと、だからこれがね、まあ私はもうツイッターで得体の知れない力と書きましたけど、これはまあどういうような形で作用させにしているかわかんないんですよ、実はまあまあ、今回のこの本ね、とこれ今こそ韓国に謝ろうそうですが、まあこれ韓国について書かれた本なんで、まあこれを読んでですね、まあ、まあ人によっては不愉快だと思う人もいるわけですね、当然ですね、で、まあ仮にそういう書店員の方でそういう思想を持ってる方がですね、あ、嫌だった、この本戦後喋るように朝鮮語を書くように文章何か言ったら、あ、いいの、あれハングル、お前らこれ使えやということで、で日本がその東京で教科書を作って、でまあ小学校いっぱい建ててハングルを広めました。でそのハングルのことについて大相場さんに一回聞いたんですよ、今韓国は全部ハングルですよねと、本なんかも漢字完全に追放してしまって、漢字を追放してしまってページが全部ハングルということは、これ日本語で言うと全部ひらがなでしょうって言って、ひらがなカタカナだけ、そうです、ですからなんか大相場さん言ってましたけど全部ひらがないから、もうね文章がどんどん幼稚化していくんですよ、そうそう、難しいことは使えない、難しいことを使うとわからないから、もうそれをもう優しいことを言い換えていくと、まあ、そうするとね、もう論理的な思考あるいは抽象的な思考、そういうような本がどんどんなくなっていて、いわゆる情緒に訴えるような、もう要するに感情を訴えるような小説とか、もう物語とか、そのばっかりになっていくらしいですね、ほんで僕は笑ったのか、おかしかったのは、僕が聞いたんで大相撲さんに、感情を全部追放したいことは、自分の名前は書けるんですかっていう、ほな大相撲さんが、自分の名前はどんな人でもギリギリ書けますと、感じで、ギリギリ、ギリギリ書けます、でところは人の名前は書けないし読めませんと、ですから韓国ではお互い社長同士が名刺交換挨拶する、で名刺のところにハングルが書いてなかった、漢字だけの名前やったら読めないらしいです、それぐらいひどい、だから韓国の私たちがね、その文章をね、全部これが、ひらがなとカタカナだけだったら、例えばその意味が分かんない、読みにくいしね、で韓国の人たちはその漢字をどん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 減らしていったもんですから、言葉の意味がよく分からなくなってしまって、言葉の意味が分からないってことは、自分たちが喋ってることの意味が分からないってことね、人間のその考えることとかいろんな表現っていうのは言葉によってなされるわけですから、言葉の数が少なかったらそれだけの表現能力がないし、それだけの理解の能力がないってことなんですよね。だから本当に今平田さんおっしゃったようにハングルだけだとね、考えるその能力というのがどん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 こう低下していくことで、だから私この韓国の人たちがものすごくめちゃくちゃなことを言うじゃないですか、だから大相場さんにどうしてこんなめちゃくちゃなことを言うんでしょうねって言ったら、やっぱそこまで考えられないんだという解説を彼女がするわけですよね、韓国出身の方がそこまで踏み込まれますか、そうそうそう、日本人がそんなこと言ったら大変ですよ、その韓国の人をバカにしてと言われますけども、やっぱり